奄美群島勝手にガイド、沖永良部島を旅してみましょう。沖永良部島へ宿泊するなら、おすすめは沖永良部フローラルホテルです。このホテルは奄美群島で唯一の公営国民宿舎で、2017年平成29年に当時の天皇皇后両陛下が初めて沖永良部島をご訪問された時にご宿泊されたホテルです。ホテルの敷地内には2019年に建てられた記念碑も設置されています。石碑には皇后陛下が詠まれた南の島々というお歌が刻まれています。ホテルは5階建てで、当時の天皇皇后両陛下が泊まられたのも5階フロアの部屋だということです。さて、5階の部屋の一部を見てみましょう。部屋は広めに作られていて、ツインベッドが設置されています。デスクやテレビ、ポットなども一般のビジネスホテルと大差なく設置されています。バスルームはユニットバスです。広さは一般的なビジネスホテルと変わらない広さで、アメニティもセットされています。また5階には展望浴場が設置されています。一面がガラス張りになっていて、太平洋側の壮大な海の景色を楽しむことができます。朝食は館内のレストランで提供されます。バイキング形式で和食、洋食などが用意されています。奄美群島の郷土料理として知られる鶏飯も提供されていました。ホテルのフロントの横には売店も設置されています。主に加工食品が多く、沖永良部島の思い出の一つとしてこうした品を買ってもいいかもしれません。中には沖永良部島で作られる黒糖焼酎も並んでいます。沖永良部島の酒蔵はそれほど大きな蔵ではないので、全国に出回らない貴重な黒糖焼酎も簡単に買えることができますので、黒糖焼酎が好みの方はぜひここで買い求めてみてはいかがでしょうか。平成時代に天皇皇后両陛下がご宿泊された宿、沖永良部島へ行くならその沖永良部フローラルホテルに宿泊してみてはいかがでしょうか。